松崎哲久4月14日は、日本の政治家、小説家、衆議院議員、日本新党政策部会長、同組織委員長、同総務委員長、民主党政策調査会副会長、国民の生活が第一副幹事長、自由党埼玉県総支部連合会代表などを、務めた。湯川博光の筆名で、歴史小説、ミュージカルの脚本を執筆している。 1950年4月14日、東京都において、父、松崎正臣と、母、松崎美恵子の次男として生まれる。都立日比谷高校を経て、東京大学法学部を卒業し、アメリカに渡り、ハーバード大学大学院修士課程を修了。MA の学位を取得する。在米中、エドウィン・ライシャワー、エズラ・ボーゲルの下で、ハーバード大学日本研究所研究員を務める。 1982年、中曽根康弘総裁の元の自由民主党、総合政策研究所の設立に伴い、主任研究員に就任する。自民党幹事長をつけ、同総財布を経て、昭和62年社会工学研究所政治分析センター主幹に就任する。1989年現代政治分析センターを創設し、同センター代表に就任し、 日米の比較政治論や自由民主党の研究、分析を著作し、マスメディアを通じて、精力的に行う。佐藤誠三郎との協調、自民党政権は、長らく自民党研究の古典だった。1992年、細川森弘の日本新党結成に参加する。政策部会長として、日本新党の政策を立案した。その後、組織委員長として、 細川に次ぐ党ナンバー2であったが、党事務局との対立が先鋭になったため、細川とはギクシャクしたと言われる。同年7月26日の第16回参議院議員通常選挙に比例区で立候補する。この選挙で日本新党は4人の当選を果たすが、名簿5位に記載されていた松崎は時点で落選する。その後、組織委員長を小池ゆり子と交代し、 総務委員長に就任する。しかし、松崎は1993年6月23日に党員としての的確に著しく欠けるという理由で日本新党を除名された。背後には党事務局との確執や松崎の第40回衆議院議員総選挙への立候補に関するトラブルがあったとされる。松崎は日本新党をすでに除名。 参議院比例代表名簿からも削除されていたため、1993年7月18日に、施行された第四十回衆議院議員総選挙に、細川森弘、小池由里子が立候補したことに伴い、名簿搭載6位の小島慶三及び7位の山崎、順子の2名が繰り上げ当選する。松崎はこれを不服として、除名処分による比例名簿除外は無効であること、 松崎が繰り上げ当選していること、窓かよりこの繰り上げ当選は無効であるとする訴訟を起こした。1994年11月29日に東京高等裁判所では松崎の主張が認められ勝訴するが、1995年5月25日最高裁判所では松崎の主張が退けられ敗訴判決が確定した。1994年前年に 宮沢内閣不信任決議案に賛成をし、自民党を再び離党して、新進党に参加をした山口敏夫の対立候補として、自民党公認で埼玉10区に立候補をすることが内定する。しかし、翌1995年に新訴事件で、山口が東京地検特捜部に逮捕されたことなどにより、自民党は松崎ではなく、 山口康明を同区に擁立することを決めた。それにより、1996年9月29日、旧民主党結成に参加する。同年10月20日施行の第41回衆議院議員総選挙に埼玉10区で民主党公認で立候補するが時点となり、比例復活できず落選する。なお、山口康明は同性であるが、山口敏夫との間に、 血縁関係等は存在しない。また、この選挙では、山口俊夫人の稽古が、同選挙区で、夫の講演会に押されて、無所属で立候補をしている。2000年6月25日施行の、第42回衆議院議員総選挙に再度、立候補するが落選する。2003年11月9日施行の、第43回衆議院議員総選挙において、 比例北関東ブロックで当選する。ちなみに10年前の日本新党除名に伴って松崎に代わって参議院議員に繰り上げ当選した窓川より子は当時民主党副代表、衆議院国土交通委員会委員、政治倫理、公選法改正特別委員会委員、民主党埼玉県連上任幹事を務める。2005年9月11日施行の 第44回衆議院議員総選挙で圧倒的な小泉旋風の前に落選する。この結果松崎は当時の民主党内期の小選挙区で3回連続で落選した現職は基本的に公認しないの該当者になった。さらに2005年11月民主党は同一の小選挙区で2回連続以上落選した新人、現職候補は次の選挙で公認しないという。 衆院候補選定基準を発表。この基準にのっとりと執行部は2006年末に該当する全国の総支部長を交代させる方針を決めたが、埼玉10区については2006年末までに新たな候補者を決められなかったため、松崎が引き続き総支部長に止まり、そのまま次期総選挙公認候補となった。2009年8月30日執行の 第45回衆議院議員総選挙で初めて小選挙区で当選する。民主党本部は現職の松崎を当選させるため、行田区子参議院議員を選対本部長に招き、鳩山幸夫代表や菅直人代表代行などが次々に選挙区入りをして松崎を応援した。菅直人代表代行は選挙期間中に2回も埼玉10区入りするほどの熱の入れようであった。 無駄を省くとして、リサイクル自転車で選挙区巡りをし話題となった。12月、小川敏夫候補委員長の下で委員長代理に就任。2010年6月、鳩山内閣から菅内閣への交代に伴う当人事で山岡健二候補委員長の下委員長代理に留任。9月14日執行の民主党代表選挙では小沢一郎支持を明確にし、 メディアに多数出演して、小沢支持を訴えた。しかし、お膝元の民主党、埼玉十区総支部においては、党員サポーター票は、僅差ではあったが、カンナ音に1ポイント入る結果となり、面目ない結果と HP 上で感想を述べた。代表選挙後の当人事で、政策調査会の文部科学部門会議座長に就任。 広報委員長代理は大塚公平委員長の下で再任。2011年9月2日の野田内閣発足で、党政策調査会長に就任した前原政治会長の下政策調査会副会長と国土交通部門会議座長に就任。11月に広報委員長代理は退任。2012年の消費増税をめぐる政局では、 野田内閣による消費増税法案の閣議決定に抗議して3月30日に党政庁副会長の辞表を提出し4月23日の党役員会で受理された6月26日の衆議院本会議で行われた消費増税法案の採決では党の賛成方針に反して反対票を投じた7月2日には山岡健次らを介して 離党届が提出された。民主党は7月3日の常任幹事会で、離党届を受理せず除籍処分とする方針を決定し、7月9日の常任幹事会で正式決定した。同年7月11日、国民の生活が第一の決闘に参加した。同年11月、国民の生活が第一の解散に伴い、日本未来の党に合流。12月16日の 第46回衆議院議員総選挙に未来の投稿人で埼玉10区から重複立候補するが選挙区で3位、比例復活もならず落選した。2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙に生活の党の比例北関東ブロックから立候補するも落選。2016年10月12日に生活の党と山本太郎と仲間たちが 自由党に党名を変更したことに伴い、同党の埼玉県責任者及び衆議院北、関東ブロックピレーク第一総支部長となった。二千十七年二月七日、同党埼玉県総支部連合会設立に伴い、代表に就任。元三重県知事、衆議院議員の田中里氏は岐阜、元内閣総理大臣の三木武夫と、安西正夫元昭和電工社長は、義理のおじ。 昭和電工創業者の森徳明は祖父にあたる。森明月元衆議院議員、森清春総理副総務長官、森美秀元環境庁長官はおじ。森英介元法務大臣、高橋清子元参議院議員と、元日本大陸協会会長で、公益財団法人賀評議員の安西高行は、いとこ。高行夫人は上皇后、美智子の実妹の美恵子であるため、明人上皇は、 ギリのいとこにあたる。兄の松崎小作は東京急行電鉄勤務を経て1996年10月20日施行の第41回衆議院議員総選挙において神奈川パックから自由民主党公認候補として出馬。当時新進党に所属していた中田博史に敗北している。2007年4月8日施行の埼玉県議会議員選挙において 埼玉県議会議員西12区から無所属で出馬した県議候補者中、郡隆二から4月4日発行の選挙候補で金を要求されたと名指しされた。同候補は当初は民主党公認候補として出馬を予定しており、民主党埼玉県総支部連合会に公認申請まではしていたが結局無所属で出馬することになった。その理由を同候補は、初めは 民主党からと思いましたが、私が断りました。公認に際して、地区の総支部長から金を要求されたからですと説明。要求された金額については、公認料として最初に200万円。当選後は、毎月20万円と記している。民主党では、基本的に公認料というものは存在せず、松崎はこれを全面的に否定し、 即日選挙候補の不法利用であるとして、公職選挙法違反の疑いで、西入間警察署に告訴状を提出した。埼玉県選挙管理委員会によると、選挙候補は政権発表の自由を侵害しないよう、候補者が提出する原文のままを掲載するのが原則であるとしている。当初は同候補の選挙候報の原稿を受け付けた鶴ヶ島市、選挙管理委員会は、 同候補に対して内容はそのままで良いのか何度も確認を取ったが、現行について同候補はそのままの掲載を希望したという。鶴ヶ島市選挙管理委員会は埼玉県選挙管理委員会にそのまま掲載して良いか紹介したが、上記理由によりそのままの掲載が認められることとなった。同候補は事実関係を書いただけと話している。 産経新聞は2010年11月18日、同年7月27日に行われた航空自衛隊いルマキッの農業祭に来賓として出席した松崎が駐車場係の隊員の対応に不満を抱き、同活とも取れる発言をしていたと報じた。記事によると帰る際に松崎は駐車場からおよそ30メートル離れた場所から自分の車を呼ぶ。 両車両誘導担当の隊員に要求したが、歩行者の安全確保のため片側通行としていた道路を逆走する形になるため、隊員は駐車場まで歩くように要請した。これに対し松崎は歩行者がいないからと車を寄せるよう指示し、拒否した隊員に俺を誰だかわかっているのかと発言。その後、別の隊員の誘導で寄せた車に乗った際に拒否した隊員が、 二度と来るなと呟いたのを聞いて、もう一度言ってみろと迫り、その際に胸をわしづかみにしたという。産経新聞の取材に対し松崎は、発言すべてと隊員の体に触れたことを否定した上で、誘導システムが不適切だと指摘はしたと説明。また、隊員に二度と来るなと言われたことも事実。自分は何も言っていないと答えている。自身のホームページでは、記事を、 言われなき抽象であり、全く事実無根、暴略の類で、新聞報道の何も値しないとし、仲間の多くからも毅然と対応しろと励まされていると、述べている。また逆走を要求したことはなく、単員に、二度と来るなと悪態をつかれたがこらえて、立ち去ったと主張している。後日、基地側から謝罪があったことについては、私が謝罪を求めたのではなく、 あくまで誘導システムに問題があることを指摘したと述べている。その後の防衛省の聞き取り調査では、松崎は車まで歩くよう要請した隊員の腕を掴んで内輪で数回叩いたほか、その隊員には謝罪を要求したとされ、言い分が食い違っている。松崎は取材に対し、隊員に手は触れていない。内輪が触れたかどうかまで記憶にない。 私は子供の頃から家族にも友人にも手を出したことはない。周囲もそれを信じてくれていると語っている。3月25日、産経新聞は防衛省の調査結果で松崎は隊員の腕を押したことなどは否定しながらも事実、関係を大筋で認めていたと報道した。ありがとうございます。